こんにちは、はるチャンネルのはるなです。今日はですね、私は出張が多くてよく出張に行ったりとか、旅行も好きでよく旅行に行ったりとかするんですけど、そんな私が絶対にスーツケースに詰めていく便利グッズっていうのをご紹介したいと思います。ということで早速行ってみましょう。まず一つ目、絶対に持っていくもの、これがパジャマです。ホテルに行くと、なんかパジャマみたいなのとか、ガウンみたいなのとか、浴衣とか、いろいろ置いてあると思うんですけど、私は足が冷えると寝れないので、絶対に長ズボンを持っていくようにしてます。やっぱり、ホテルで寝た次の日って、すごい重要な日だと思うんですね。しっかり働かないといけなかったりとか、しっかり遊ばないといけなかったりとかすると思うので、その日寝れたか寝れないかって結構体調に関わってくるし、私にとってはすごく重要なことなので、いかに良い睡眠をとれるかっていうのがすごい大事なんですね。なので絶対にパジャマの、特にズボン持っていくようにしてます。これはもうあるとないとじゃ大違いです。そして2つ目は入浴剤です。最近結構入浴剤にハマってるというか、ホテルに泊まる日って結構移動とかで疲れてたりとかもするし、せっかくのびのびできる空間だから、やっぱり癒されたいし、いい空間を作りたいなって思うので、最近入浴剤を使うようにしてます。で、この入浴剤っていうのも現地の、コンビニだったりとかドラッグストアとかに行って、今日はどれがいいかなって選んで、ホテルに帰ってきて入浴剤を入れてお風呂に浸かるっていうのをやってます。家だともう急いでシャワーで済ましちゃったりとかすることも多いし、もちろん家でリラックスして入浴剤を入れてお風呂に入るっていうこともあるんですけど、家とは違うちょっと特別感というか、そんな雰囲気を味わいたいなと思って最近入浴剤を使うようにしてます。そして3つ目はメディキュット、むくみ取りのソックスですね。これはホテルに泊まる時って移動が長かったりとか、あと歩いて足が疲れてたりとか、仕事で立ちっぱなしとか座りっぱなしとかで結構足疲れてたりとか、むくんだりとかすると思うので、絶対にメディキュットを履いて寝るようにしてます。で、このメディキュットは最近はコロナの影響で海外旅行とかも行けてないんだけど、私は飛行機に乗る前にも絶対にこれを履きます。そしたらもう全然むくみ方が違うから、メディキュットを履かずに飛行機に乗ると現地に着くと靴が履けないんですね。なのでもう絶対にメディキュット履いて飛行機に乗るようにしてます。あと夜行バスに乗る方とかもメディキュットおすすめです。メディキュット履いて夜行バスで寝る、特に旅行とかでたくさん歩くっていう日は絶対にあった方がいいし、普段足が疲れちゃったなって思った時とかも履いて寝たら全然違うので、メディキュットじゃなくてもむくみ取りの、圧迫ソックスっていうのかな、そんなようなやつがあるとすごくいいと思います。試したことがない人はぜひ試してみてください。そして4つ目は洗濯ネットです。服とか下着とか詰めてきた時は袋に入れたりとかして、下着とかも持ってくるんだけど、着終わった服とかって結構そのままぐしゃって詰めちゃったりとかするじゃないですか。でもそしたら、もし何かのタイミングでカバンを開けたいってなった時に下着がポロって出てきたら嫌じゃないですか。なので私は着終わった下着をもう全部洗濯ネットに入れて、そのまま家の洗濯機にポイってできるようにしてます。最近は下着とかを入れる洗濯ネットの他に、マスク、こういったマスクを洗うような洗濯ネットっていうのも持ってきてます。2泊とか3泊とかなると下着とマスクを全部一緒にごちゃって入れると、なんかね、マスクが、私ウレタンのマスク使ってるので、マスクがね、中で引っかかったりとかしたら嫌だなと思って、マスクだけ別のネットに入れるようにしてます。あとこれは余談なんだけど、3泊とか4泊とかちょっと長めに泊まる時ってマスクの洗い替えってそんなにたくさんはないんですね。なので何枚か溜まった時点で、こういう風にすごいちっちゃいジップロックに洗濯の粉をこう入れて、でこれで手洗いして、自分で、で100均で売ってるこのマスク用のハンガーみたいな、これにマスクをかけて干してます。これはもうコロナになってから始めてることですね。こんなこともやっております。そして5つ目は
風呂敷を持ち歩いてます。結構でっかい風呂敷、これは、まあ、別にエコバッグとかでも代用できると思うんだけど、ホテルに温泉がついてたりとかすると、下着と、まあ、ちょっとした基礎化粧品とかタオルとか歯ブラシとかを入れて持ってけるようなものがあったら便利なので、私は風呂敷をいつも持ってて、で風呂敷に全部バシャって詰めて、で風呂敷をこうやって抱えて持って温泉に行ってます。風呂敷の便利なところは、大概温泉とかってこうカゴがあると思うんだけど、カゴの中に風呂敷をドンと入れちゃって、でバサって開いて、でその中に脱いだものを全部入れて、でまた風呂敷をパタって閉じると、下着とか脱いだものが全部風呂敷の中に入ってくれるので、誰からも見られないんですね。なので結構鍵付きのロッカーとかがないようなホテルについてる温泉とかだと、そういうところも多いと思うので、そんな風に使ったりとかもしてます。それこそ旅行の最終日とかにどこかで着替えをしないといけないってなったら、旅行カバンを開けないといけないじゃないですか。で中身が見えるのが嫌だから、旅行カバンの中に入ってるものを全部風呂敷で包んでから旅行カバンの中に入れちゃえば、カバンをパコって開けた時もその風呂敷の中に包まれてるものっていうのは見えなくなるので、そういう使い方もしてます。それとか逆に着替えるものを入れといて、で着替えた後風呂敷に包んで、そのまま旅行カバンにギュッて押し込むとか、そういう使い方もしてます。風呂敷は一つあると結構便利なので、これはエコバッグでも代用できるかなって思うんですけど、そういうものを一つ持っておくととても便利です。そして最後6つ目、インナーを余分に持っておく。まあ私はインナーって言ったらユニクロのヒートテックの長袖のインナーとかなんですけど、夏だったら、夏でも結構ヒートテックは1枚は絶対に持っていくし、半袖の T シャツとかも余分に1枚は絶対に持っていくようにしてます。というのも、まあもちろんヒートテック1枚あったら温度調節っていうのも便利だし、寒かったら着ればいいし、暑かったら脱げばいいし、逆にヒートテック着ててすごい汗かいちゃったとかだったら、替えのインナーが1枚あったら、そのもう汗でベタベタなやつ着替えれるので、絶対に1枚余分は持っているようにしてます。インナーとともに結構暑くなるまでウルトラライトダウンも持ってます。特に旅行に行くとき、長時間乗り物に乗らないといけなかったりとかすると、その乗り物がめっちゃくちゃ冷房効いてて寒かったりとかした時に、ライトダウンが1枚あるとめっちゃ便利なんですよ。なので特に海外旅行に行くときは、アジア圏の飛行機ってめっちゃ冷房効いてることが多いので、ウルトラライトダウンを1枚持っていくと温度調節ができるので、めちゃくちゃ便利です。すっごい小さくなるし、すっごい軽いので、あれは一つ持っておくととても便利なのでおすすめです。はい、ということで私が旅行や出張に持っていくおすすめのもの6つご紹介しました。ぜひ皆さんの旅行や出張の参考にしていただけたらと思います。よろしければぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。他にも動画たくさん出してますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。